よろしくお願いします。斜め立ちと壁にもたれる。本当に嫌だ。足に向けて大丈夫？本当に嫌だね。可愛い部門で役員されたので、ちょっと笑顔で。嬉しい気持ちはありますけど、他の方々にっていうのはコメントはしたんで、まあそうですね、嬉しいですけど、なんで僕なのかなっていうのもあります。はい。まあでも嬉しいですね。普段あまり私服は着る機会ないかと思うんですけど、私服を決める上でなんか気にしてるポイントだったりとかあったりしますか？あんまりおしゃれについては分かんないんで、まあ基本シンプルな服装でしか来ないんで、まあシンプルさを選んでますね。ありがとうございます。今回他の部門でかっこいい部門に梅津さんと柳さんがランクインされてるんですけど、
お二人のなんかかっこいいなって思うところとかあったりしますか？かっこいいなぁ。まあ、梅津さんも柳さんも見た通りかっこいいんで、はい。まあ、何してもかっこいいんで、あの二人は。そうですね、尊敬しますね。ありがとうございます。じゃあ、最後に投票してくれたファンの皆様にコメントお願いします。はい。可愛い部門で、投票していただきありがとうございます。ですが、他の方々に投票をしてくださいとは一応、メディア通して、言ったはずですが、まあすごく嬉しいですが、他の方々にも、こういった写真撮影があると思うので、皆さんにどうか、これからも投票お願いします。僕は控えめで大丈夫です。ありがとうございました。ありがとうございます。よくやりますね、去年も。ありがとうございます。あと今回、かわいい部門で受賞したので、はい、お送りしてもらっていただきたいです。かわいい部門です。お願いします。写真撮られると思うと違う。つま先をつま。はい。可愛い部門で足つき大丈夫ですか？大丈夫。ギャップがいいね。ギャップが。顔も可愛い。がけなさすぎて、はい、まあ光栄ですね、はい。ありがとうございます。私服普段あんまり着ないと思うんですけど、はい、着ないですね、はい。いつも私服をこう着るときにポイントにしてることとかあったりすれば教えてください。だいたいデニム黒で履いてて、
そうですね。で上は白で合わせることが多いですね。シンプルな。そうですね。白が好きなんで、はい。今回、はい、面白い部門で、はい、柳さんと小笠原さんがランクインされたんですけど、はい、なんかお二人の面白いエピソードとかあったら教えていただけますか？お二方とも話すのが上手というか、うん、話しててすごい面白いなっていう。特に面白いっていうのは、どうですかね。まあでも会話してたら、うん、はい、面白いことばっかり言ってくれるんで、たくさん振ってもらったら多分たくさん面白いこと言ってくれると思います。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。可愛い部門で2位に岡林さんが入ったんですけど、はい、それについては何か言ったんですか？可愛いんじゃないですか。知らんけど。はい。でも多分尿さんの方が1位なので。あ、まあまあそこは僕は決めれないんで。負けじと頑張ります。すいません。で最後に、はい、投票してくださったファンの皆さんにメッセージをお願いします。投票ありがとうございました。そうですね。野球の方で、評価していただけるように、可愛い部門1位として自覚を持って頑張りますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。長坂あげよう。これホットニラな。すいません、大丈夫ですね。うまいな。これ買ってくださいっていいですか、先日。やだ、これは本当に嫌だ。いいからちょっと。いつあれです。一応明日ぐらいには情出るので。ちょっと待って。はよ。これはよしても。もう本当に嫌だって。はい、ニコニコして。ほら。はい、ニコニコしてて。早く。いいかわいいやん。なんでこれ選んだ。かわいいやん。汗かきすぎやって。それアップしてきたもんな。動いたもんな。はい。はい。はい、もっと笑って。ゆきくん。ゆき 100% だよ。かわいいね。本当にいいなんすって、これ。え？かわいい。どうしようか。あ、じゃあアクスタも持ってもらっていいですか？アクスタは大丈夫です。いや、お願い、本当に。もうちょっと顔が、ありがとうございました。ちなみにあの岡林クッションももちろんありますので。うわ、これ全部買おうかな。全部買おう。梅ちゃんかっこいい。普段ちょっと変なグッズが販売されてるんだけど、販売されるんだけど、どう岡林さん。これ最悪。マジかよ。本当にバカ売れっすね。いいっすね。向井選手は来年入りたいとか。いや、まあこれ入りたくなかったんですよ。僕もやってたのってこと。僕もしてますけど、僕はいいっす。まだ恥ずかしい。いいね。おめでとう。はい、岡林くん。はい、ゆうきくん。はい、こっち向いてね。はい、チーズ。こんにちは。最悪。はい、ありがとうございます。いた。お前、おい、大先輩。ほら、ほら、あかんぞ。あかんぞ。え？ね、はい。買ってください。買ってください。自分でこれは嫌だな。イケメングッズ買ってください的な。あ、じゃあ僕じゃなくていいっすね。全員のですか？いや。クッション。どうですか？はい。見てアップしてる。はい。はい、ぜひ梅さんの買ってください。え、自分のですか。そうですね、
ぜひ他の方々も、はい、かっこいいんで買ってください。ありがとうございます。これ本当に買おうかな。結構かわいいですよね。これくれるんですか。あの終わったらじゃあお届けに行きます。本当ですか。なんで新之助さん真ん中なんですか。ちょっと色合い的にちょっと真ん中にさせてもらいました。なんですか赤のチェックって。かわいい。皆さんのなんかみんな白じゃないですか。あ、そうそうなんですよね。なんでネオさんのジャケット着てくださったんで、すごいいい感じです。イケメン。イケメン、イケメン、イケメン。ロメジョ来週末から販売予定なんです。いいっすね。イケメングッズ買ってください的なコメント。ぜひ買ってください。なんかいいっすね。梅津さんがピンクなのがいいですね。アイドルじゃないですか。いやこれがあるってことはネオさんのこれもある。ネオさんももちろんオペションあります。座布団にしてください。え、これじゃあ一人一人のやつもあるってことですか。そうです。振りみたいになっちゃった。さんのなんですけど、ちなみにもちろんネオさんのありますので。ポーズは どういう感じ。ポーズネオさんです。あの指ハートをちょっとこうやってるやつ。全然指見えてないし。こんなんちょっと可愛かったんでこれにしました。梅津さん書き上げてるやん。ポーズ撮ってください。分かってるやん。こんな感じでいいっすね、はい。去年出したアクリルスタンドとかもまた出るので、あらまた終わったらいろいろ持ってきますね。梅津さん全種類持ってきます。梅津さん全種類。ありがとうございます。ぜひよろしく。こちらこそぜひよろしくお願いします。いっぱい売っちゃってください。ありがとうございます。